口清江です。日常から使える食器もそうですけれど、オブジェや小さな小物を陶芸で作っています。と、私のスタイルは何かを作品を通して伝えたいとかそういうものではなくて、陶芸を始めた頃のような楽しい気持ちのままワクワクするような、どこかで見つけたものとかパターンとか形とか、例えば海の砂の模様や自然の中でお散歩とかの途中で見つけたものにインスピレーションとなるものをたくさん感じてます。一言で言えばフリースタイル。陶芸を始める前はオーダーメイドの靴作りをしていました。ものづくりとしては楽しいんですけれど、でもやっぱり歩いて使うものなので、完璧には自分の中では程遠いなっていう壁みたいなものがあって、一方で陶芸は自分の好きな表現が自由にできるっていうところに魅力を感じて、楽しいな、好きだなと思ってやっていたら時間が経って今に至るっていう感じです。今は教室でワークショップを作ることによって影響もとてもいただいていて、自由な発想だなとか、そういう感じでやってたなとか、思いついたことを形にしていただくのを見て、すごく私も影響を受けますし、その時間を楽しんで過ごしてもらえたら嬉しいなと感じてます。